はい、どうもフリッチです。さあ今回もキングダムザンドキャッスルズ続けていきましょう。さあもうね、大都市と言ってもいいほど広がりを見せていますが、今回は何をしようかな。前回この南部だね、少し人を住まわせて大体200人くらいいるかなと。で今マイナス要素はないので、急に変えるようなことはないかな。まあ、そろそろねドック作りましょう。でこの辺ちょっとね人あんま行けないんで危険かなと思うんですが、奥かこの畑邪魔かな、道にしよう。でここの木はいらないです。その上でこの巣かな、元巣も消して、ちょっとお墓が足りないんでね、こちらにも用意しますか。あんまり置きたくはないので、でかいの1個置いてそこにね集結かな。でこの辺は家としたいので、まあこれいいか。墓地管理人ここかな。でもって次5年後か。よし、まだ時間あるね。でちょっとね井戸が足りないと思うので作っておきましょう。でここにね銭湯を置いたんですよ。でさらに灌漑をして周辺の畑にねプラスの効果をもたらそうかなと。であとは地獄を作りましょう。通称地獄ね。一応ねここはもうできたんですよ。ここね構えてます。こう海に対する油っていうのがねもう時代ですよ、時代。まだ考えてないですから、多分公民権運動もないです。海に垂れ流しですよ。たまーに道を変えてと。ん、今消えたね。よし、これどうしよっかな、埋めちゃうか。 ここら辺バッて埋めちゃって何にするかは決めてないですね。でお墓ができるといいですね。で豚もいて、非常にねのどかなところですが、温泉入んないか。ちょっとだけ人置いときたいよね。2つ置けるかな。よし、でここ開け、あーこうなるか。真ん中1個開いちゃうんですけど、なんかジョークかな。燃やされてもいいやつだね。こうか、対象にするとこうか。燃やされてもいいやつか。どうしようかな、図書館かな家の裏に図書館、すごいですね。で酒場を置いたらもうここ完成ですよ。あとまあ井戸だね。あと1個来ました。ここで庭園ですよ幸福度しか考えてないね。もうベッドいっぱいか。需要が高いな。マイナスだね。その情報はね詳しく見とかないと入らないと思うんですよ、単純に。だここ今増やしたので、考えしたのでプラス1ね乗ってるんで、まあ、これが全てにかかればだいぶ及ぼすんですが、風車が3なんでね、風車とうまく使いながらやっていけばいいだろうと。まあ、その中でねもっと倉庫がいるんですが、あここ道がいるか。じゃああれだね、消す前提で置いとくか。あまだいる、しょうがないと2マスかな。で
現状ね、防具に関しては全てアーチャーで構成しようと思ってるんでね、増やしていって。ドックできたかな。ドックどうしよう。食料かな、500。これでいいかな。商船はまあなんか売るとすれば入れといてもいいかな。基本的には中でね輸送しようと思うので。よし、あとでかい倉庫をね。これ難しいね、どこに置くか。離すとまた遠くなるんで意味がないよね。だからここかな。だからこの辺使えるんでね、使ってと。うわ、ここもったいないな。ここはいいでしょ。この辺、ここ風車使えるんで、風車使う前提で避けてこうかな。いる？この道。まあいると仮定しましょう。で道よくしてあげて。あ、やばいやばい、くる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 、危な。マリスは99人ね。まあ、地獄と仮定してめっちゃ人ここ入れてるんで、そういう無駄もねちょっとはあるんでしょうね。ヨハネ教、ミッチェル教、とりあえず中でいいか。さあ来ました、デカドラゴン。なんか変なとこに舞台いたな。あと一発、オッケー、肉だぞ肉。アンセルムス教すごいとこいるね。帰らせよ。ナイス、弓効いてるね。とりあえず置いとくか。じゃあまあすぐ行って間に合わないと思うんでね。これ何？あ、これドックか。起きないし。ここだね。じゃあまあ一部使えたかな。お、商人来た。バイキング来るんでいいや。さあ一応ね、まあ海の都市、水の都かな、目指してるんで、船がね多い感じにしたいんですよ。行き来がね多いみたいな。で軍艦パトロールとかないんで、まあ動き的にはね止まっちゃってるから、そういう輸送船でもって。うわやば。あ、ここだけか。これもう上陸でしょ。よし、軍艦大臣。あと一隻どこだ。これとこれ置いてあったやつでしょ。暗礁橋、これ邪魔だな、どかすかこれ。見えないです。これ動かない、これ。ああ、風車かな、なんか邪魔してるんですか。あ、よしよしよし。15人か、暗いな。これどこ行くんだろう。うん、分かれましたね。道使われちゃってるな、ここら辺ね。あ、来た来た来た、地獄候補地、水弓。あ、ナイトも出てきてる、いいね。 OK、 じゃあこれ変えちゃおうか。まあ、それは後々として。ああ、ここ、まあなるほどね。めっちゃ墓あるってか。よくそんな言ったな。燃やされていく。
何で死んだか分かんないけど弓かな。まだいるのかな、帰ってるか。オッケー、まあ見えましたね。しっかりと機能したと、ここもね。どこに行きたかったかは定かじゃないですよ。ただ分かんなかったですね。まあ、とりあえず最前線に大砲を、まあ少しかな。でここ地獄の候補地になったんでやりましょうか。まあ埋めても全然いいんですけど、まあそういうのいいかなって。ここどうしよっかな。作ったはいいが使わないと。でこいつらあれでしょ、あのマーケットいるでしょ。あ、ここ使うか。じゃあオッケーオッケー。道いるかな。いいや、つなげなくて。こっから徒歩ね。地獄ってのにちょっとぬるいんでね、もっとやるか。で割と通る場所はやっぱりね決まってるんで、まあ、この壁沿い通ったよねさっきね。ってことはですよ、まだまだ使えますよお堀がね。門以外埋めてあげよう。の上で、合ってるかな。はい、これ1個高いね。まあいっか、上げて。だいぶ高くない？ここ結構重要な分かれ道だったんで、僕と。さあ、税収、あ、やばい、プラス40ですか？ちょっと厳しいですね。今から診療所増やそうと思ってるんで。こことこの辺もなんかあれだよね、ないんだよね。上に1個あって下の方ないんで、この辺かな、置いてと。で倉庫入ってますね。であとマーケットにもね流れるようにすればいいと思うので、家増やすか。こっちまだまだ人が少ないんですね。さあさあ、どんどん置いていきましょう。あ、ここ道ね。オッケーオッケーオッケー。ちょうどね、計算したかのように空いてるんで。外はよそう。敵が速くなるんで。来た来た来た、やばい。あ、そっちか。死んでないか。まずいまずいまずい。対処対処。税はあるよね。ちょっと多いかな。このちょっとした場所畑置くか。入るのかな多分ね。ナイトとかは若干食らってるけど、あー、ちょっと減ってるな。多分10以上減ってたら人減ってると思うんですよ。これ、アムンセル肝かな？ハンフリー芋か。アンショ肝じゃないか。よし、ちょっと、ここに集まっちゃったんで、移動してと。さあ、商人来てますね。まあいいや。よし、来たとく。とりあえず食料を、ね、入れるように要求しといて、運搬かな。めっちゃあるな、これ。ちょっと邪魔なんでね、浮かしていると。今、あれ、原油タンカーみたいなもんですよ。動かす必要がないんでね、とどめておくと。何人いけるあと。10人くらいいけそうだよね。
入れることなくどんどんと追加していったので過剰だね。さあここはもう完璧だと思うんですよ。大抵は死ぬと思うんで、死ぬかも半分は行くんで、こっちかな。これまとまりなさそうだよね。ちょっと近づけとくか。右下結構大変でしたね、さっきの。今船いなかったこの辺。あ、クジラか。いや浅すぎじゃない？めちゃくちゃいきなり深いのかな、海溝が。よし、ちょっとじゃあ海用にね作ろう。ただ税収が47、きついな。人で持ってやるか。ベッドだいぶ増やしたんですが、いけるだろうと。食料はいいんですかね、これ。果物がちょっと少ないか。オッケー、待ちましょう。こうくらいね栄えたらいいんですが、まあ、発展段階だもんねてかここ全然使ってないな。で果物もね、まあ、北の方でやってるんで南取れないんで、しっかりやろう。あんま起きないわ。飛んでか。あー、風車用に開けたんですよね。ちょっとそれは使いたいんで、あー、ちょっとずらせばいけるね。オッケーオッケー。道は置けないですけど、こうすると。これは井戸がいりますよ。ここもいるの？いやー大丈夫でしょう。いるか。あとこの辺だね。最初城壁沿いにね家が建ってます。でまあ一応外から見えないように、あれ大きいっちゃったか。プライバシー守ってあげましょう。これは大砲で、ここで増やしたんで、どこ向き合いかな。海かな、やっぱりこの海というか水で受けると思うんで置き換えよう。お、ナイス、来ましたね。これ全方位できたんじゃないかな。何の音撃ってる、なんかずっと。あ、撃ってんのか。オオカミでしょきっとま、最悪討伐に行ってあげるとしようか。オッケーオッケー、だいぶね壁も高くなりました。で一応できたこの小島は、利用せずかな、まだね。では輸送船走らせようか。とりあえず2かな。ないですね。これロックすればいいんだっけ。この資源を船だけで輸出するようにロックすると。だからまあ倉庫みたいに出し入れ可能じゃないと思うんで、とどめておくことができるよと。だこれで、でもそうしたらさ、あれか、意味ないか。だって動かせないんですよねあ、まあ運んだ先でみたいなことかな。ここはロックして、運んだ先はロックしないことによって、足りなかったらこっちに帰ってくるみたいなこともありえるかもしれないけど、まあない方向に流すこともできるわけだよね。まあそうしよう。じゃあとりあえずこっから逆か。どっちが多いんだろう、畑の面積を見た限り。まあ上の方が
ねえ、まあちょっとはそれは多いだろうけど、効率性とかは下の方がいいんじゃないかな。まあ、もうちょっと取ってね、魚とか、うん、そういうのを送ろうか。ちょっと増やします、魚。魚都市にします。壁はないかな。開放的に行こう。南高校か釣り小屋それいいんだ。この辺はもう浅瀬がないですね。消しちゃったか。じゃあこれ別に10位に置けんのか。こうやってでもいけるんでしょ。これはまあ邪魔しなければいいんですけどねこれはこれ、これいいんですよ。これインしながら増やすのか。ここだと、ああでも入るは入るね。よし、置いとこう。多分走るよね。まあできてからでいいか。これだいぶ魚が取れる計算になりますよ。お、できたできた。外から見えないですね。オッケーオッケー。でちょっとここ沈めたいな。だがここがちょっと使えると。どんくらい取れるんだ。20くらい取れるんじゃない。海岸の拡張か。なんか前回この辺掘らなかったっけな。掘ってはないか。てか魚いるねここに。これ欲しいな。よし進めよう。めっちゃ来てるめっちゃ来てる。よしよしよし。でドック名死んないですけど2つ用意して積み込みで、まあ何十だっけ、200くらい入るよね確か。100でいいか。あと、まあ、だいぶ魚余ると思うんで、できたら魚もね。空気読んでよ設定中よ今。100、魚もね、まあ、50くらいですかね。今燃え尽きたでしょ今多分。オッケーオッケー早っ。一応やりましょう。ないかな。ざっくりと診断ツールのにねよしよし。あー邪魔かなこいつら。どんどんどかそうどかそう。そこでまあ対岸ですけどね、運んでます。対岸の川で運ぶと、なんか新興国の川のね対面でやる運び方みたいな、先進性感じないですけど。お、来た来た、一段の。ようこそ地獄へ。あ何してんのこいつ。一緒に来たんだね。バイキング商人ではありますからね、きっとそういうやつもいるんでしょう。いやでも足りないなこれ。あと2席行こう。ここにだいぶここ半カバーできてますけど、よりね、ちょこの辺も置いて、この船はあんみたいか。よし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 。ほらほらほら、いいね。おお、2、3部隊いった。これはもう非常にいい罠だね。しかも浅瀬増やせば、浅瀬はいけないか。内側も変わっておけますからね。お、久々に来ちゃう地獄。でもここもあるからね、今回はこっち見ようか。
弓、はい、油死んだね。弓、油これはお、まだ生き上がる。油第3、いいですね。処理鬱陶しいな。よし、切ろう。ここじゃないか、はい、禁止です。こっちが人ですからね、こっちで受けようか。さあ、一応積み込んでるかな。来た、魚は来てないですね。魚は来てないのか、ないんだろうね、まだ。さあ、ここに来たのか分かんないですけどね。ちょっとまあ一応ね、北部の地獄困ります。どうかな、避けても、ここ避けてこう行くが考えられないか。であれば内側から来ると思うんでね。そうしたらまたここでね、また違う地獄がやってくるんだと。増やしちゃおうかな。向きはもうそれ使ったままになるのかな。なんかぐちゃぐちゃですね今ね。オッケーオッケー。君はなんだ、ヨハネ教。あれ出さなかったっけヨハネ教。ちょっとこれ持ってこうかな。ドラゴン用に使えるっちゃ使えるんですけど、こいつらをまあ今ね、ただでさえ強いところに送って、新エリは一応左下かな。これももうちょっと整えよう。一旦展開してから、やっぱね、できる限りね、横に並んでいる方がまあその敵をね、止めたりもできるんで。範囲広いなこれ一石ずつ選べないね。だこいつら自身もぶつかるんで、まあ大体密集してね、個別に命令しておけばある程度まとまってくれるんで。こいつも一旦ちょっと大幅に回ってやってもらおうか。でこの辺がね、あんまり来ないんで分かんないんですけど、まあ来た時に調整できるように合わせていこうか。まあ、できる限りここにいるようにね。あれさっき目で合ってるかな。そっか、こっちから来んのか。これいいね、連結してるかのような三国志ですよ。連環の刑です。よし、今ならダメかな。できる限り、順番を決めていった方が正確に入っていくと。そいつ合ってる、すごい押してくるな。あ、でもいいですね。こいつもうちょい前出すか。よし、お、いいね。これは簡単に突破できないこっちはいいね、いいね、いいね。彼らもうね、何年間もただひたすらに海の先を見るというね、仕事をしていると。後悔するわけでもないですよ。いや、これはちょっとパトロール的な機能がね、あればいいんですが、まあこれ自体がモッドなんでね、さすがに厳しいかな。さあ、とりあえずここにしましょうか。非常にね、まあ地獄も増えてきていて完璧ですね。まあドラゴン用に少しの大砲は置いてるんですが、基本的にはね、まあ主敵を、まあ、主な敵をね、バイキングにしてるんで、あとはあの赤いやつね、赤いやつこそちょっとまあその方向が決まっててもぶっ壊されるんで狙いづらいですが、やっぱあいつもなんか殴ろうとした瞬間に油で死ぬみたいなね、構築したいんで、そういう感じの場所をね作りたいですが、そろそろスタミナになるのかな
しばらく来てないですよね。で今魚を、ね、だいぶ取り始めたので、枯渇することがあるかもしんないね。それは起きてみないと分かんないので、どうなるかはこれからしたいかな。そう、だいぶ船は増えたね。主に魚ですけど、あとちらほらこいつがね往復してるだけです。積んでない、あ、積んでる積んでる積んでますね。2隻目使おうか。じゃあ、まあ、こんな感じで港も使っていきますが、ここくらいしかねないか。どっかなんかここ越えてく、越えてどっか運ぶ。この辺の小島とか使おうかな。もうちょっと通したいですね。